最近ほら俺海外よく行くじゃん。はいはい、はい、3月もまた行くんだけど13から月末まで、うんはい、でそういう大会とか行くとね原田の番見てるよっていう人がすごい増えたわけ。あらよかったじゃないですか。そうそうで、はい、なんかすごい結局テーマと違う話ばっかりしますねみたいなこと言われるんだけど、うん、あれはこいつにやらされてるよって話をみんなに説明してんだけど、そういうことでいいんだよねそういうことですよ。だから、うん、なんか海外の人に言うんでしょ、だからちょっと行かれた演出家が自分のことを全部コントロールしてるでいいです。まあ、行かれたというかちょっと頭の悪い演出家がいて、うん、どっちでもいいですよ。そうそうそう、頭の悪い人がちょっと俺にいろんな指示をしてくるからああいうちょっと変な番組になってるよってことを俺はいつも説明してるってことですよ。そうなの、まあ、いいですよ、うん、そのキャラ設定 で、うん、で今日は出るのこのまま、ね、出ますよ出ますよ、もうこの際。そうやだな、こういう人と一緒に出るの俺もやだな、声だけだったからよかったけどちょっと一緒に出るのはなんかやだ なんかどこに立ってるの、この辺、ここでこの辺立ってるの。俺ここですよ、本当。できるだけじゃあカメラ映んない。なんで今日はね、今日大事なゲストが来てるから、はいはい、こんにちは。どうも、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。原田の場へようこそ。あ、お久しぶりです。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。本当に来ていただいてありがとうございます。すみません、本当にわざわざ。ぜひどうぞ。あ、お邪魔します、はい、失礼します。というわけで本日のゲスト2回目、荻野ゆかさんです。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいませ。ようこそ。ねえ、原さん、いやまさかね2回目、まあ、2回目も絶対ないと思ってたんだけど。なんでですか、なんで絶対。いやいや、こんなね番組にね来ていただけるような方ではないですからね。本当に嬉しいです。1回目もね、卒業して10日で。そうだ、卒業して10日で。卒業査定でした。しかもメディア卒業後、メディア初収録が原田の場。そうでした、初収録が、ねでしたね、仕事は考えた方がいいっすよ。なんでですか。本当に俺も本当にそう思う。思いましたよね、超、うんうん、楽しかったです。本当に楽しかった。え、ちょっと原田さん聞いてください、はい、この間私ご飯食べてたんですよ、普通に席で、はいはい、であのカウンターだったんですよ、席が友達と。そしたらあの1個開けて横に座ってた方が、うん、すごいなんか元気な方で見てたんですよ、結構おじさんの方で。おじさん、そしたらあのなんか T シャツ着てて、半袖の、なんかゲームのマークあるじゃないですか、丸とか三角とか、あのプレイステーションのね、はいはい、ボタンので多分お酒飲まれててすごく気分良くなってたのか、うん、話しかけてきたんですよ。なんか何歳なのおじいちゃん私はみたいな。あ、もう典型的なおっさんですね。そうで、あ、何歳ですって言って、なんか何話すべきか分かんなくて、うん、ゲーム好きなんですかって聞いたんですよ。ほうほうほう。そしたら私ゲーム好きなのって言って、で私もなんかゲーム、まあ携帯ゲームなんですけどやってたんで、はいはい、何が好きなんですかって聞いたら、鉄拳って言って。え、マジで。で私がそれで鉄拳って思って、うん、原田さんってじゃあご存知ですかって言ったら、うん、もちろんだよ、なんで知ってんのお嬢ちゃんみたいな。私 YouTube 見てるんですよ原田さんのって言ったら、原田のバーとか見てますって言ったら、うん、あ、見てる、見てんのって。そう、私も見てるんですよ。見てるつか出てたっていう。いや、そこはなんか言えなくて、私も見てるんですっていう、そういう話でこの間本当に1週間前に、そんなことがミラクルだね。だから多分見てる方も。あの人ね、あの時の多分これまさか荻ゆかだと思ってなかったわ。びっくりしてるじゃん。全部見てるって言ってた気がしたので。あらららららら。そうで、原田さんの大ファンって言ってて、その方がっていうのが1週間ちょっと前にあって、やばって思って。やばい、日本でそれはなかなか珍しいですよ。結構、ね、本当にゲーム好きな方が2人でいて、多分その人だけでしょうね。何、うん、どういうことをするんでしょうか。いや、原田の場を見てる。だいぶ少ないっていうあのお話があって、ちょっと、そんなことあるんですね。で私、あ、今度は原田の場の収録だと思いながら話してました。そんなことあるんだ。これは持ってけると。そう、持ってけると思って。本当の話です。本当に。でもそんなお店で気軽に飲んでて大丈夫ですか。気づく人もいるでしょ。あ、全然大丈夫です。気づかれた場合はどうしてるんですか。あの普通に仲良くしてくださいとお話ししてます。違いますとは言わないんですね。そうですね。もう普通に仲良くお話はします。すごいっていうのがあったんで。え、なんか お原田ってどうせ言われるんでしょ。いや、あのそれは海外海外とかアメリカ限定ね。アメリカ人はなぜかあの、こうメキシカンギャングみたいな人に限って、なんか同類だと思ってるらしい。持ってくんでしょ。やたらと肩を組んで普通にこう
あれみたいなね、なんか謎のこう声のあれ、ちょい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 、落ちていけないできてないじゃないですか、ちょいちょいですね、お前のタトゥーはどこにあるぐらいのこと。あ、そうなん、なんか同類だと思われて。で、こう、まあ、冒頭であんま喋る話じゃないかもしれないですけど、はい、なんか写真撮られてたね。なんでですかね、あれ、ね、撮影日、なんか記事見た時に撮影日が11日だったんですよ、うん、1月11日、うん、で、私でも11日にもうちゃんとお別れしてるんですよ。だからな、お別れした日に撮る、すげえなって。別れて帰り際の写真なの、あれは。いや、そうです、そうです、そうです。なんでちょっと気まずい。あ、なるほどね。でも、写真見てこれ別れて帰る写真とは分かんないもんね。終わってるのになんかね、こう出ちゃうのがちょっと気まずいなっていう。でもそれ別れたんですよっていうことはあまりこう知られてないわけでしょ。知られてないですね。だからまだ、まあ、そんな言っといた方がいいですよ、もう。だからまだそうなってると思いますね、多分。思いました。多分ほとんどの人はそう思う。でも、あの、ファンクラブの方ではちゃんと言いました。あ、本当。あ、ファンクラブでそういうことは言うわけ。あ、全然言います。もうファンの人には何でも話せるんで。なんでファンクラブではちゃんと、あの、経緯から何から何まで全部話しちゃった。だって荻ゆかさん、そのファンはさっきもちょっと言ったように、ツイッターで絡まれる時すごい丁寧な人多くて、コアな人なんだろうけど、なんか荻ゆか関係のことを俺がリツイートしたりすると、必ず何人かが「原田さんありがとうございます」って「君の何?」みたいな。俺、荻生か関係者から来てんのかなって、そいつのプロフィール見に行ったら普通にただのファンで、だから俺すごい感謝されるから、俺これどういうことなんだろうと思って。あんまりないので、そういうのが。いや、あの、本当に感謝なんですよ、うん、多分本当に、ね、いつもありがとうございます。原田さんいつもありがとう。原田のバーがリツイートしても、アイコンが原田さんだから、なんか、うん、いや、何人か来るよね、必ず。原田さんありがとうございます、ありがとうございますって言って。いや、そうなんです、めっちゃ丁寧。そうなんです、すごく、あの、優しい方たちなんです。とってもなんか子供、娘かのように多分見守ってくれてる方なんで。あ、そっか、年齢も意外と高いのかな。そう、40、50の人も結構いるでしょ。あ、多い、多いですね、結構。あ、だから丁寧なんだ。そうなんですよ、うん、はい、トークテーマ今日いっぱいあるんで、あるんで、これ何でもいいんで、ね、その前にまず乾杯しよう。乾杯しよう。飲み物、飲み物、バーなのに飲み物だけどな。ずーっと喋りっぱなしです。大岡さん何に飲まれます？ビールさんにしますか？あ、はい、大丈夫です。こっちをお礼用にして一回ちょっとね、出しとく。あ、いけそうだ、よし。じゃあこれで。え、あなたさん成功しちゃうんですか？いや、荻生かさん来てる時は成功しないとダメじゃん。ほら、いけるよ、これ。おー、あ、あれ、ちょっと待って。おいぞ、ほら来た。え、やばい。あー、まだら9割合わんのって。あ、え、これなんで。いや、知らないですよ。こんなことなる。なるよ、それ。僕飲みますから。難しいんですね、それやっぱするの。これ私やったことないです。手前です、手前です。手前で合ってますよね。手前は液体ですよ。なんでこんなことになりました。いや、僕飲みます。だいぶ時間経ってようやくこれだもん。新記録。え、これもう一個やってみようかな。そうです。難しいんだ、やっぱり。あ、ちょっと分かった。俺ね、あ、ちょっと細いですからね、今回。あ、本当だ。え、そんな出ます。あのね、角度がね。え、さっき大した変わったり。あ、わたるけ。いや、でもちょっと成長したぞ。え、なに、これ本当。いや、本当です。もう本当はどうやればいいの。いや、普通に、あの、あれなんですけど、ここがちょっと細いじゃないですか、うんうん、で、もうちょっと角度つけるんです、最初。もっと、はい、で、まだ立てないです。だいぶ立てないです。ギリギリまで液体にしてください、うん、あ、え、まだまだです、まだです、まだです、まだまだ、そっから立ててください。あ、すごっ。おー、じゃあ泡です、泡、泡、ほんまや、上手、うまっ。ほんまや、これでいけたわ。分かってないな。バーのマスターよりうまい人。あ、すごい。すいません、片手で。ありがとうございます。これなら、てかめっちゃ久しぶりにビールという。すごい、あ、すごい、めっちゃ綺麗。これも時間経てばね。もうこれです。乾杯です。乾杯です。乾杯。乾杯。いただきます。うん、あ、俺もビール久々だ、欲しい。テーマ、大好き。大好き。あの、ちょっと持ってきたんですけど。え、持ってきた。
これが一番大好きなんです。もう数々のおせんべいたちを食べてきた中で一番これが美味しいんです。もう本当にもうパッと見普通のあれなんですけど、塩加減と味がちょうど絶妙に一番いいのがこれでした。ほぼずっと食べてます。ずっとお菓子もこれも小粒揚げで、実家に小粒揚げ創価の藤井あられ本舗、もう実家にこれしかないですお菓子。そんなレベル？ごめんなさい、2つしかないんですけど、ぜひこれ皆さん食べてください。めっちゃ美味しいで、食べてください。普通のせんべいなんですけど、私はこれが本当に大好きで、1回食べたら止まんなくなるんですよ。本当にちょっと食べてみます。早速ね、これ全然お家帰ってからもう食べてください。もう止まんないんですよ。ちょっと食べてみます。ちょっと竹澤さんも、いやなんか嬉しい、いつも食べてるものをね皆さんに、ね、ちょっと行ってみましょう、ね、食べてください。ぜひ、すいません、もうなんかいい香りするな。あ、もう確かに、いい香り、開けた瞬間に香りがいい香りがする。もうね、私は本当にこれが好きで、これいつまでも食べれるやつだな。そう、マジですか。そうなんです、ありがとうございます。これ塩加減が絶妙ですね。はい、絶妙です。細かい塩が上がったのかな。これは美味しいですわ。うん、あ、やばい、これ止まらないやつ。これ、いや、俺あんまりこれ聞くのは本当は好きじゃないんだけど、一応テーマとしてあるんで、じゃあなんか大嫌いなものとかあります？僕はパクチーが大嫌い。大嫌いっていうか、もう死にますあ、それで言うと私も死にますっていうものは、椎茸です。椎茸、うん、もう昔からなんですよ、ずっと。え、見かけですか？味。え、それ、じゃあ、椎茸以外のキノコだったらいいんですか？大丈夫です。え、大丈夫なんですか？大丈夫です。でも結構椎茸以外周りにも何かいますね。椎茸ピンポイントで。うん、います。あと人参。もうその2つの。子供みたいじゃないですか。その2つのエキスがちょっとでも入ってたら、ごめんなさいってなる。人参はエキスでもダメってこと？人参はちっちゃく刻んであっても、ちょっと、僕のパクチーと一緒だ。じゃあ特にパクチーはダメです。椎茸の方がダメかもです。じゃあ結構和食の出汁取ってるのかな。あ、ちょっとね、苦手ですね。大変だ。あ、大変ですね。避けるの難しくないですか？パクチーって結構、パクチーはね、明確に避けれるんで。パクチーはもう Facebook とかでも結構みんな有名なコミュニティがあって、僕もそこ入会してるんですけど入会するほど嫌いなんだ、はい、もうシルラントロという海外では言うの、アメリカで言うんですけど、シラントロとかシルラントロ、うん、シルラントロのヘイターが集まった人たちが、よくそんなに毎日会話が続くなってぐらい、まあものすごい人数なんで、ずっとパクチーの文句書いてる。パクチーの嫌いこと嫌いならパクチーのこと何も触れなきゃいいのに毎日触れてるってこと。そうです。で、僕が、まあ、英語でね書き込むんですけど、はい、もし俺がアメリカの大統領になったら、ね、俺はそのそういうね、そのコカインとかを作ってる、栽培してるね、うん、畑をとかを焼き払うんじゃなくて、アメリカ大統領になったら真っ先に世界各国のパクチー農場を爆撃する。何書いてるんですか、はい、書き込んだら、まあ、普通そういうのって炎上するじゃない、そんな爆撃するとか。確かに確かに。もう大絶賛です。いいねが言ってもされる。お前大統領になった方がいいってみんな、ね、どんな みんな嫌いなんですよ。それぐらいパクチー嫌いなんですよ。でもあとね、私嫌いなもので言ったら、苦手なものはもうカラスだけです。カラス、こんなにこう見るだけでちょっと本当に、うん、なんだろう、逃げちゃいますね。もうそこにいるだけで私そこ横通れないです。それはハトだったら大丈夫ですか？全然大丈夫です。カラス限定で鳥がいる。カラスだけです。あ、珍しいですね。鳥嫌いな人ってもう鳥がいるだけで、僕鳥嫌いの友達何かいるんですけど、もう鳥が歩いてるだけで、うん、原田鳥ってこう可愛いよ。どうなの？くるって言ってこうなるんで、本当にそうなるんですよ。カラスの時は私それです。カラスだけなんですか？違うんですよ。私修学旅行の時に、うん、中学校2年生の頃に京都奈良行った時に、うん、鹿公園行ったんですよ、はいはい、行く前、鹿公園の前あたりでグミ持ってたんですよ、うん、だからカラスがこう来たんですよ。でこう来たはいいものの、こう来て低空飛行でこっち来たんですよ、はいはいはい、あ、やばいと思って走って逃げてたんです。そしたら背中ボーンってやられて、砂利道に転んで、私修学旅行で7針縫ったんですよ。あ、大怪我じゃないですか。1日目で。なんでもうその日の夜は温泉に行くっていうあれだったのに、私はもう病院行って縫って、
あの部屋で寝てたっていう。ちょっとはい、そんなわけでございまして、エビマヨさんが出来上がりました。これ本当美味しいんですよね。ありがとうございます。この特製のエビマヨが本当美味しいんです。1年半ぶりに。そうだ、1年半ぶりだ。私美味しくてめちゃくちゃ感動しました。美味しい。ああ、よかった。でもコロナ前に出さなくてよかったですね。美味しい。いいでしょ。美味しい。美味しいんすよ。こんな感じだと結婚できそうだけどね。多分、なんだろう、私を見切れる人がいないんですよ、多分。家族がいるには。そんな、まあ、嫌な言い方すると手に余るわけ。わかんないですね。私は別に、でもなんか、なんだろう、多分、そうです。なんか、ダメ、わかんないです。なんでだろう、なんで、でも、あんま今わかんないけどね。わがままな部分は当然あるでしょう、人間だからね。あります、あります。その中でも、人参と椎茸が嫌だっていうだけのわがままでしょ。そう、まあそうだよね。でも家族はなんでそうやって言うかっていうと、私はほら実家にいる時はもう実家にいる、もう子供の姿じゃないですか、うん、でもやっぱ外にいる時ってそれは違うじゃないですか。もうそれはそうですよ。だから実家にいる私を見てそうやって言うんです。それはいっぱいいますから、いろんな人は。いや、だからもうあの全然あのプロポーズしてくれる方がいればもう全然、だからそういうことですよ。ぜひ結婚してください。僕自身がね、やっぱ経験しましたからね。もう本当に、どうでもよい悩みってテーマなんですけど、どうでもいい悩み、これはまあ人に言ったらどうでもいいって言われる悩みですよ。難しいんだよ。僕は僕、俺、自分ってどうやって言えばいいか今だに困ってるんですよ。あ、待って、私それで言ったら一人称本当にめっちゃ困るんですよ。私も どう言ってるんですか、自分。いや、もう本当にあの私って今言ってるじゃないですか、うん、一人称本当に悩んでます。なんか痛いよね、なんかこの辺が。あの、私うってなる。あの、そう、私基本はゆかなんですよ。基本的にゆかって言うんですよ。あの、女性には割とそういうタイプ多いですよね。でもゆかはって言いますか。そうなんです、基本的には。なんですけど、やっぱ外出て初めましての方とかだったらやっぱちゃんと私って言うじゃないですか。でもなんかちょっと気持ち悪くて、気持ち悪いよね。気持ち悪いんだ、私みたいな。もう耐えらんないんですよ。でもやっぱり大人になるにつれてちょっとずつ、もう25の代なんで、自分の名前をね、で一人称自分の名前もちょっと、ね、大人になったらね、なかなかこうどう、いや、やっぱ関係性によって変えるのがベストだと思いますよ。そうだと思うんですよ、うん、でも、もう本当になんだろう、こう今でさえ私って言ってますけど、うん、それがなんでゆか私って言ってんのみたいな、なんかちょっとぶってて気持ち悪い自分ってなっちゃうんですよ。いやよね、これね、まあ、本当そうなんです。そんなところで、はい、お待たせしました、はい、たこ焼きでございます。まずはソースから。やっと食べる噂の、はい、そうですね、前回噂のたこ焼き、多分もう熱々、美味しそう。いただきます。たこ焼きが美味しい。あれ、うん、うん、どうですか。うまでしょう。やった、めちゃ美味しい。ざっす。次のテーマはですね、はい、やめられない、うん、まあそれこそ子どもの頃からやめられない食べ物だったり、まあ物事だったりね。あの、私寝る前のやめられないんですよ。え、マジで？